こんにちは、ルイです。今回はキャンプサイトを作っていきます。着替えてこよう。どうかな？これで行こう。お待たせしました。それではやっていきましょう。先にキャンプサイトは設置しました。崖を作っていきます。生け垣を立てて、木を植えていきます。丸太の柵にして百合の花を植えます。風力発電機一つじゃ寂しいので二つ設置します。こんな感じでいいかな。ここはレンガの道を敷こう。露天風呂もいいよね。危ないから柵を立てて。ごゆっくりどうぞ。
ここはキャンプサイトの出入り口です。どんな形にしようか悩みましたが、ひょうたんの形になりました。キャンプサイトが完成しました。ちょっと失礼します。虹色塔のキャンプサイトへようこそ。たくさんも完成したキャンプサイトを見に来てくれています。冷たい飲み物でもいかがですか。たくさんこんにちは。ここでお昼寝をしたり、読書などもいいですね。あた、蚊に刺されちゃった。かゆっかゆっ。お風呂に入って、疲れた体を癒してくださいね。かまどで、美味しいご飯も作れます。いかがでしたでしょうか。日頃の疲れを忘れて、マイナスイオンをたっぷり味わえる場所です。本日もありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、またねー。